グアガルキビール川は、スペインアンダルシア州を流れる河川。全長は 657km であり、イベリア半島では5番目、アンダルシア州のみを流れる河川としては最長である。流域面積は56,978平方キロメートル。名称は、アラビア語で、大いなる川を意味する、ワジアルカビアに由来している。グアガルキビール川という現在の名称は、 アラビア語で大きな川床を意味するあるワージあるカビアに由来している。古典アラビア語のワジは現代アラビア語マグリブ方言ではウェドと発音される。古代から中世にかけてこの河川は様々な名称で呼ばれた。ローマ時代にはバエティスと呼ばれ、ギリシアの地理学者はタルテッソスの川と呼ぶこともあった。フェニキア、ギリシア、ローマから入植者がやってくる前、 この地域の居住者はこの河川をカーティスやパークスと呼んだ。千七キロメートルのタホ川、九百十キロメートルのエブロ川、八百九十七キロメートルのドゥエロ川、七百四四十キロメートルのグアディアナ川に次いでイベリア半島で五番目に長い河川である。グアディアナ川はスペインとポルトガルの二カ国を流れる河川であり、スペイン領部分の長さは六百二キロメートルであるため、 スペイン領部分の長さを比較すると、スペインで4番目に長い河川である。バエティコ山系のカソルラ山地、ハエン県ケ,ケサーダに源を発し、南西に流れて、コルドバイやセビリアなどの大都市を通り、カディス湾のサンルーカルデパラメーダ付近で大西洋に注ぐ。川口部の大規模な湿地は、ラスマリスマスと呼ばれる。ドニャーナ国立公園と接している。スペインで唯一大が、 航行可能な河川であり、現在はセビリアまで航行できるが、ローマ時代にはコレドバまで航行できた。タルテスソス古代王国の場所は特定されていないが、グアダルキビール川の河口に位置していたとされている。フェニキア人は最初の交易所を設立し、貴金属を取り扱った。紀元前2世紀にヒスパリスに入植したローマ人は、この河川をベティス・ベイティスと名付け、 ヒスパリスに重要な川港を築いた。紀元前1世紀までには、ヒスパリスは城壁に囲まれた都市となり、その造船所では小麦を運搬する大型船が建造された。紀元1世紀には、ヒスパリスがローマ海軍の艦隊全体の拠点となった。鉱石、塩、魚など様々な品物を積んだ船がローマに向けて出港した。アンダルシア地方が、 イスラーム教徒の支配下にあった712年から1248年、ムーア人は港の防衛を強化するために石像のドックと通れ出る泥を築いた。13世紀半ばにはキリスト教徒がイスラーム教徒からアンダルシア地方を奪還した。13世紀にはフェルナンド3世が造船所を拡張し、賑わうセビリア港からは穀物、オリーブオイル、ワイン、羊毛、 比較、チーズ、蜂蜜、ロー、ナッツ、ドライフルーツ、補修を、金属、絹、麻布、染料がヨーロッパ中に向けて輸出された。15世紀末にスペイン人がアメリカ大陸を発見するとセビリアはスペイン帝国の経済の中心地となった。セビリア港は大西洋をまたぐ海洋交易を独占し、カーサデコントラタシオンが牽制を振るった。 グアガルキビール川の高校は次第に困難を増し、セビリアが独占していた交易はやがて大西洋のカディス湾に面するカディスに移行していった。1794年にはコルタデメルリーナと呼ばれる人工的な運河が建設され、セビリア港の近代化が開始された。2005年から2010年の5年間かけて、調位調節のための作業が行われ、2010年11月後半に、 新セビリア水門が稼働を開始した。1892年セビリア洪水、グアダルキビール川は大規模な洪水を何度も起こしている。1963年のセビリア洪水の際には、6000立方メートルという水量を記録している。2010年2月から3月の豪雨の際には、セビリア県、コルドバ県、ハエン県の農村部で深刻な洪水が発生した。 同年2月の累計降水量は250リットル平方メートルを超えた。3月には、グアダルキビールカワンいくつかの支流が洪水を起こし、1500世帯以上が浸水した。3月6日には、コルドバでの水量が2000立方メートルに、セビリアでの水量が2700立方メートルに、達している。同年8月には、ハエン県、コルドバ県、 セビリア県で洪水が起こり、コルドバ県で3人が死亡した。コルドバに再建された、水車再建された水車が、コルドバのグアダルキビール橋に位置している。モリーノデラ・アルゴラフィア水車はもともと、ローマ人によって建てられ、近隣のアルカサル庭園や製粉所に水を供給していた。コルドバの城、王宮であるキリスト教徒の王たちのアルカサルには、イスラーム時代にワカリフが居住し、 あとには、スペイン王室が使用した。1998年4月には、ドニャーナ災害と呼ばれる、産業事故が起こった。セビリア県、アスナルコラール付近のロスフライレス鉱山に、設置されていた仮設ダムが決壊し、400から500万平方メートルの工業廃棄物が、グアダルキビール川に流出したのである。この事故では、ドニャーナ国立公園も影響を受けている。 コルドバのローマ橋グワダルキビール川には数多くの橋がかかっているが現存する最も古い橋の一つにコルドバのローマ橋が挙げられる。セビリアには1992年完成のアラミーリョ橋、1852年完成のイサベルに成長、1972年完成のシンコセンテナリオ橋などがある。 1929年から1944年には、フランコ政権の水力発電計画の一環として、上流部に、エルトランコデベアスダムエルトランコデビーズダムが建設された。ハエン県のウベダ・ペアルデベセーロ、トレペロヒルの各自治体にまたがってドニャアルドンサダムがある。グアダルキビール川の最重要港は、セビリア港である。セビリア港湾局が、 セビリア港の管理などを担当している。セビリア港の入り口は水位を調節できる水門で保護されており、港は潮の影響から解放されている。セビリア港は公共の停泊地が2万7000平方メートル、民間の停泊地が1万1000平方メートルある。これらのドックや停泊地は固体貨物、液体貨物、ー老船貨物、コンテナ貨物、 民間船やクルーズ船のために使用されている。2001年のセビリア港は300万トンの個体貨物、160万トンの一般貨物、26万4000トンの液体貨物を含む計490万トンの貨物を取り扱った。約1500の貨物船がセビリア港に入港し、10万 1000TU のコンテナ貨物が持ち込まれた。ありがとうございます。